龍鳳ですということでね、毎週木曜日この夕方の時間はですね、この龍鳳くんのですね、そう人生相談のコーナーですね。まあ、下のコメント欄に書いていただいてもいいですし、ツイッターのね、ダイレクトメールをいただいてもいいです。ぼちぼちとね、答えていくんでよろしくお願いしますということで、今回のね、相談者さんは、なんと、学校に行ってますの、学生さんですね。学校に行ってて、高速でバイトしちゃいけないってなってるのに、みんな、バイトしてる人が多いです。そしてその、まあ、コンビニとか、食堂で働いてる、バイトしてる学生もいて、そこにたまたま立ち寄ったその学校の先生が、あ、頑張ってんのか、とか言ってます。この矛盾をどう思いますかっていう、悩みとか相談というか、ああ、社会の矛盾に当たったんだな、みたいな。多分おそらく高校生だと思うんですけども。そうですね。世の中矛盾だらけなんでね。まあ、だから、こう、資格、例えば、ルール守りましょう、法律守りましょうね、高速守りましょう、会社に入ったら会社のルールに守りましょう、って言いますけども、なかなかそうはね、やっぱね、世の中ね、それじゃね、ちょっと生きていかない。もう社会って複雑なんですよ。ある程度規則を作ってね、ルール作りして、こういう方向で行きましょう、と言ってもどうしてもね、はみ出しちゃう人がいてる。かつてはみ出す、イコール、罰するじゃダメなんですよ。それ以上やはりですね、まあそれぞれまあね、バイトするには理由があります。お金が欲しいね、好きな人にプレゼントしたい、部活すんのに、ね、この、まあ、テニスだったらラケットがいる、ボールがいる、ね、コート借りて練習したいからそのお金がいる、ね、まあいろいろあると思うんですよ。ね、家計を助けるためにバイトしてる人もいるって、まあいろいろな状態があってね、それをいちいちですね、学校の先生が、なんでお前バイトしてんだよ、お前、って言っちゃうとね、ひょっとしたら、その学生の子がね、家のことを支えてるかもしれない。家族が路頭に回るかもしれない。あんまり突っ込んだこともね、学校の先生言えないと思うし、学校の先生もおそらくね、ルール違反したことあると思うんですよ。ね、みんなの成人君主ではありません。特にまさがみなんかね、もうね、適当すぎてもうどうもすいません。ね、そんな感じで矛盾あります。ね、うちの息子もね、初めて自衛隊の演習に連れて行った時に、驚いてましたからね。お父さん、戦車見て。機関銃やん。あれ、戦闘ヘリやんって言って。驚いてましたからね。もう息子乗り物好きなんでね、一番下はこう、自衛隊の演習に一回連れて行ったかと思って、見学会みたいなのあるじゃないですか。たね、驚いてましたよ。憲法9条どうなってんのみたいな。軍隊あるやんって。子供の家には入んね、自衛隊が軍隊に見えるんですよ。ですよね。どう見ても戦車ですもんね。やっぱね、解放者とかバーンやってるわけですよね。イエーイみたいな。で、空砲バーンとか撃ってるわけですよ。ね。自走砲のドカーンやってるわけですよ。やはりね、すごい衝撃的だったと思うんですよね。学校で今まで習ってきたこと、当時小学生だったんですけどね、息子。平和憲法どうなったのお父さんみたいな。ね、で、お父さん言いましたよ。平和憲法ね。そうですよね。平和憲法大事です。で、憲法9条大事です。でもね、これがないと、攻められるんですよーって言ったら、どこが攻めてくるん？現に攻められたんですよ。第二次大東亜戦争ね。第二次世界大戦ね。とも言われてますけども。あの時にね、日本が武装解除したら、攻めてきた国あったでしょ？そことは言いません。ね。ね。おかしいでしょ？武装解除してるのに攻めてくれどういうこと？ね。これが何よりの証ですよな、あれですね。やはりですね、もう世の中矛盾だらけね。ね、その、兵器があるから攻めてくるんだって言うけど、兵器がなければ攻められます。ね。じゃあ兵器がなくなったら素手で攻めてくると思いますよ。そういうところは。はい。これが、もう、リアルな世界。残念ながらね、理想だけではね、物事が語れないっていうのが社会です。どうでしょうか？うちの息子は小学校の時に社会の矛盾、国の矛盾を指摘してくれました。お父さんに。そのお父さん答えました。なきゃ困るんですって。うん。ね。今でもね、ちょっとあんまこういう話はしたくないんですけど、まあ、自衛隊反対っていう方もいますけどもね。ほんとね、なければ、だいぶ島取られてますよ。絶対取られてると思うよ。ほんとに間違いなく。これは。うん。ほんとに。だからね、やはりね、ある程度はね、こう、構えって必要なんですよね、備えっていうのは。っていうことでね、まあ、ね、アルバイトをしてる人も、もうそういうね、ことが、もう社会かなりね、
のことが分かって、分かるんですよ、こう、きっちりルールを守りたいという気持ちは分かる。それがおかしいという気持ちは分かるんですけどね、ここら辺はね、どうしてもね、社会の矛盾っていうのを勉強したと思ってください。今、勉強してる最中だと思ってください。普通の学校の勉強だけじゃなくてね、社会の矛盾に気づいた。あなたは素晴らしい。あとはね、あのね、優しい、あの、視聴者さんがまだね、コメント欄にいっぱい書いてくるんで、くれるんでね。まあ、ね、あの、まあ、ちょっと読んで、ああ、こんな考え方もあるんだっていうのがあると思うんでね、ぜひとも読んでほしいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。また来週。バイバイ。